デジマート製品レビュー、今回は Line 6 POD Go をご紹介します。こちらの POD Go なんですけども、これまで発売されてきた Helix シリーズなどのサウンドエンジンを継承したということで、まずサウンドクオリティが格段にアップしているということ。さらにご覧いただくと分かるんですけど、エクスプレッションペダルを搭載した、オールインワンプロセッサーということで、アンプモデリング、それからストンプですね、もちろんスピーカー、シミュレーター全てこの中に入っていて、外部の IR データを取り込んで使用したりと、まさに非常に現代的なスペックを持って、なおかつ軽くて小さくて、そして非常に簡単に操作できるというのが特徴になってくると思います。今回はですね、さまざまな機能を見ながら、サウンドチェックをしていきたいと思います。それではこの POD Go ですね、早速サウンドチェックをしていきたいと思うんですけども、まずはですね、もう立ち上がってすぐ最初のプリセットの音をちょっと聞いてみてください。はい、いかがでしょうか。今最初の4つのプリセットをまず鳴らしてみたんですけども、とにかく最初から非常にスタンダードな使える音というかですね、トリッキーな音ではなくて、最初にこういった実際すぐ現場で使える音が入っていることにまず非常に好感を持ちました。プリセットを組むのが非常に簡単なのもこのPOD Go の特徴だと思います。まずこのビューのボタンを押しますね。ビューのボタンを押しました。シグナルチェーンが、こっちがギター、そしてこっちがアウトプットですね。このように流れていて、どういうふうにエフェクトを配置するかというのが自由に決められます。まずは基本の音を作らなきゃということで、まずこのアンプを選びましょう。アンプここでいろいろモデルが変わるんですけど、ボタンを押すとですね、一覧で出てきます。例えば僕ならばスーパートレモロ。もうすでにいい音。隣がスピーカーです。スピーカーは今 4×12 グリーンバックの25が入っています。ちょっと変えてみましょう。このようにですね、スピーカーキャビネットの、IR というかプリセットも変えることができます。ここでまず基本の音を設定します。もうそのまま基本のグリーンバック25でいきましょう。では今こちらのブロックに今リバーブを入れました。リバーブを入れた時に、今度は長押しをせずに回すと、リバーブの種類がいろいろ選べます。なのですけども、まあ最初に選んだこのグリッツというものをエディットしていきましょう。まずディケイはこんなにいらないなということで切ります。ミックスも下げます。少しローカット。ここにこう点が見えますけども、次のページがありますよということでページをめくると、まあレベルですね、レート、デプス、クロスオーバーなどいろいろとこうリバーブの細かい設定もできます。トレイルというのはオフにした時にそのリバーブ音を残すか残さないかということなんですけども、まあそういった細かい設定もここでできると。なんですけど特に細かい設定をしなくてももう使える音なので、はい、もう基本の音これで完成しちゃいました。一回セーブしましょうね。このボタンを2つ同時に押すとセーブ、名前も決められます。今はそのままセーブしちゃいます。はい、これで基本の音が30の D にできました。さあ、あとはここから自分が普段使う例えばコンパクトエフェクターをどう使おうかということを考えながら空いているブロックにいろいろと、ペダルを配置していくということですね。でちなみにこの、POD Go はですね、アンプのモデリングというかは一つだけ、一つのプレートに対して一つしか使えないんですけども、エフェクトと同じようにですね位置を変えることができます。まあちょっとこれは通常ありえない位置ですけど、ディレイをアンプの後ろに置いた方がいいなっていう場合は、例えば、まあ、ディレイを変えてもいいですし、アンプを変えてもいいということですね。なので、この曲はディレイの音をこうボリューム奏法でバイオリン奏法のようにしたいなという時はボリュームペダルの位置を変えたりとかですね、この曲の時はバッキングとリード同じ音なんだけどレベルを変えたいなという時はボリュームペダルを後にするとか、まあ、そういった使い方がもうこの画面の中このボタンだけで操作できてしまうというのは非常に簡単だと思います。なお今ですね、実際のこの収録はこのメインアウト LR で LINE で送っていますが、こちらにアンプアウトというアウトプットがあります。このアウトは何かというと、スピーカーキャビネットのシミュレーションをパスした信号がアウトされるということで、まあ、実際にアンプにこの信号を入れて、実アンプをステージで鳴らしながら、PA 卓客席にはこのラインを送るというような使い方もできます。そして、さらにいろいろできますよ。簡単なんだけどいろいろできるPOD Go、こちらセンドリターンがこのブロックに今配置されています。このブロックももちろんこう移動できるんですけども、まあアンプ前に例えば今センドリターンで、ファズをつないだのでアンプ前にファズを使いたいなという場合に、このセンドリターンをオンにします。はい、もうすごい簡単に自分の手持ちのエフェクトもこのPOD Goのシグナルチェーンに、まあ、取り込める。もちろんさっき言ったようにディレイの前がいいのか後がいいのかプリセットごとに変えることもできます。まあ、この辺りは実際アナログボードではなかなかやりづらい点でもあります。ちなみにこのループを生かしたいわゆる4ケーブルメソッドというのも使うことができます。まあ簡単ですね。このアクションをしてループをアンプの後段に移動させます。この状態で例えばループをステレオエフェクトループにしましょう。そうするとですね、ギターの信号がまあここに入ってここから流れてアンプのモデリングを通った後線路から出ます。その後例えばですけど、他のプロセッサー、マルチエフェクター、コンパクトエフェクターのステレオ入力、ステレオアウトをして戻ってきて、その信号がまあキャビネットシミュレーターを通ってこちらからステレオでマスターアウトされるというような、いわゆる、このPOD Goのプリセットを活かしながら外部エフェクターをこの中に取り入れるということが非常に簡単にできます。さて、このようにして作ったプリセット、今この画面はプリセット切り替えなので今作った音を選ぶ画面なんですけども、この状態でモードを押すと、個々のエフェクトの割り当てがここにもう初めからなされていると。例えばこのスイッチを押すとエフェクトループがオンになる、このスイッチを押すとディレイがオンになるというふうになっているんですけども、より自分の使い勝手のいいようにモディファイしていきたいということで、モノのエフェクトループが今ここでオンオフされていますけど、このスイッチを B に移動したい、その場合にどうするかというのをちょっとやってみたいと思います。まずビューのボタンを押して、選ばれていない場合はセンドリターンを選ぶと。その状態でページボタンを2つ押す。そうするとこういう画面に出ますね。で B のボタンを長押しするとこれだけ。これでエフェクトループが B のスイッチにアサインされました。もう一度やってみます。ディレイを A のボタンにアサインしたい場合はページを両方押して A のスイッチを長押しする。はい、これでA のスイッチにディレイが移動しました。このように非常に簡単にスイッチをアサインできると。でさらにですね、面白い使い方があります。例えばディレイがオンになったと同時にこのリバーブもオンにしたい場合はどうするかというと、このように先ほどの画面ですね、ページを2つ押してスイッチのコマンド振り当てのところにして A を今度長押ししましょう。そうするとはい、リバーブが同時にディレイと一緒にオンになるという、いわゆるマルチタスクみたいなことができるんですね。で、さらにもう一つリバーブをオフした状態でこのスイッチにアサインしたい。そうするとディレイが切れたと同時にリバーブがかかるというようなことがこのスイッチアクション一つでアサインできると。このようにですね、一つ組んだプリセットの中のモディファイですね、実際どうやって使うかということを自分で好きにアサインできるというのも非常に大きな魅力だと思います。はい、それではもう一つ Line 6 Helix シリーズでもおなじみのスナップショットという機能を使って一つ作ったプリセットをさらにですね、モディファイしていくパターンですね、ご紹介したいと思います。まずこの画面、プリセットを切り替える画面ですね。この画面からバンクのアップとダウンを両方同時に押すとスナップショットモードに入ります。これは足で操作できます。ABCD4 つの設定ですね、同じエフェクトチェーン内で異なる設定をここに記憶させることができると。でもちろんオンオフだけじゃなくて、パラメーターもですね記憶することができるということで、どういうことかというと、音切れなどプリセットを切り替えるわけではないので、音切れなどがしない状態でいわゆるルーティングをコントロールするような感覚で音を作り込んでいくことができるということですね。例えば、今 A のセッティングがどうなっているかちょっと聞いてみてください。はい、非常に生々しい、ブリティッシュアンプのような音ですね。でこのまま B にするとどうなるか、こちらの画面にご注目ください。はい、この画面でどういう音が出るか。はい、今私がこのスナップショットで何を切り替えたのか、よくここのアイコンを見てもらうと分かるんですけども、まず最初の状態はアンプ、それからキャビネットだけですね、シンプルな状態。 B に切り替えた時にまずアンプのスピーカー部分をバイパスしています。代わりにロータリーのキャビネットシミュレーターを入れました。つまりロータリーのキャビネットシミュレーターが入るのでアンプのキャビネットはいらないねということで、リアルアンプでよくやるようなやり方ですね。そういったこだわりセッティングをここでまずやっています。さらに A から B に切り替わった時にこのチューブディレイがオンオフされるというような感じです。このようにですね C の場合はじゃあどうなるかというと、レズリーがオフになってスピーカーが入ってディレイはそのままで今度はディストーションが入ります。そして D。はい、この状態だとエクスプレッションの WOW が自動でオンになって、しかもこう WOW のどのぐらいの WOW のポジションで始まるかというのもここで記憶させることができるということで、このようにですねエフェクトのチェーンはそのままで4つ異なるセッティングをここに記憶させることができると。これの利点はですね、例えばディレイタイムをですね自動でこう変更するということですね。今この状態だと 663mm のディレイタイム、 362mm のディレイタイムというようにこう同じエフェクトなんですけどもタイムがそれぞれ変わる。簡単に4つ異なる設定を1つのパッチの中に収めることができる。これがスナップショットの有効な点になります。デジマート製品レビュー、今回は Line 6 POD Go をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。まずですね、最初の4つのプリセットを鳴らした時に思ったのが、非常にシンプルに普通の音がちゃんと出るということですね。ジャンルを問わず使いたくなる音がまずきちっとこの中に入っている。でもう一つはやっぱり Helix などでこう培ってきたもう音のクオリティがそのままここに収まっていると。でルーティングなんかは非常にシンプルに収めてあるので、凝った音作りというかそういうものをやりたい場合は多分 Helix とか Line 6他の製品でやった方がいいかもしれないんですけども、とにかく全部がここに入っていてこのサイズで軽くて、ボリュームペダルからワウワウ、ピッチシフトにもなったりするこのエクスプレッションペダルも一緒についているというのが一番の利点じゃないかなというふうに思います。そして、視覚的にも非常に分かりやすいということで、この大型の液晶画面ですねで見ていただくと分かるんですけども、アンプの形、ペダルの形、色分けそれぞれがきちっとここに表記されているので、状況が分かりやすいということですよね。さらにですね、レビュー内でもご紹介しましたけどもセンドリターン、フォーケーブルメソッド対応ということと、オーディオインターフェースにもなる USB アウトがついていますよということですよね。なのでこうご自宅からスタジオからライブからレコーディングから全部賄えますと。で機能的には非常にシンプルなので、家で作った音をそのままライブで自分はアンプから音を聞きながら外音は LINE で送るとか、そういった豊富なインアウトを、含めてですね本当にこうシーンを選ばずに使えるデバイスになっていると思います。でもちろんパソコンに接続してエディターもありますし、そういった形でもうどんどん使い慣れた皆さんはよりこう使い込んでいくっていうこともできると思うんですけども、初心者の皆さんですねデジタルプロセッサー初めてという皆さんにも大変おすすめできると思います。というわけで、今回は Line 6 POD Go をご紹介いたしました。ぜひチェックしてみてください。